この動画は JLCPCB の提供でお送りします。ほとんど同じスペックの USB 充電器ですけども、メーカーが違います。どちらがいいのか今日は検証していきます。今回は電源端子の折りたたみが可能、ワンポート出力、そして同じサイズ感という条件で選びました。この条件だとアンカーとユーグリーンの2つのメーカーがありましたので、こちらを選定します。細かいところは違いますが、スペックはほとんど同じ。唯一違うところは値段だけです。価格が高い方が高品質なのか、それともブランド分の料金を上乗せしただけで中身はほとんど同じなのか、性能試験と分解をしながら検証します。では実際に見ていきますが、その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。プリント基板を作るなら JLCPCB、 安くて早い。このスピード感はプロトタイプを早く作るのにすごく役立ちます。最近は部品実装も一緒にやってもらう PCBA をおすすめしています。 JLCPCB 自体が部品商社もやっているので在庫部品多数、 JLCPCB 自体が扱っていないハイスペックな部品の代理購入も可能です。それを部品実装までできるわけですね。 JLCPCB 一度使ってみてください。クーポンも配布中です。こちらが今回検証していく USB 充電器です。まずアンカー製の USB 充電器、511チャージャーナノ 330W です。そしてもう一つがこちら、ユーグリーン製の USB 充電器、製品名なんて読むか分かりません。ミニ 30W チャージャーです。ネクソーデーですかね。すみません、調べたらネクソードっていうらしいです。外観を見ていきます。同じサイズ感で選びましたが、実際こういう風に並べてみるとそこそこ大きさは違いますね。こんな感じです。左手に持っているアンカーの方がサイズは小さいです。それぞれの特徴ですが、ユーグリーンの方は窒化ガリウムパワー半導体を使っています。ギャンパワー半導体ですね。アンカーの方は特に記載はありませんでしたが、この小ささなので多分ギャンを使っています。当然ですが2つとも折りたたみ可能です。アンカーは一世代前のナノ2で折りたためないものを出していました。ナノ 330W になってからこちら折りたためるようになっています。簡単にですがスペックを紹介していきます。どちらも USB PD 充電に対応しています。 30W です。アンカーの方が若干ですね、細かい調整が効きますね。ここに PPS と書いてありますが、 PD で設定された電圧以外にも少し電圧を可変して電圧出力できます。ここからは性能の評価をしていきます。性能の一つの指標になる電力と体積の比率、そして電力と質量の比率を計算しました。こちらの表です。電力割る体積、電力割る質量、こちらの数字が大きいほど性能が高いと言って良いでしょう。ちなみに過去の USB 充電器の分解動画でもこれらの数値をまとめていますので、気になる方はぜひ見てください。概要欄にリンクがあります。まず質量ですが、アンカーが 38.7g、 ユーグリーンの方は 49.8g です。重さですが、こういうふうに持ってみるとほとんど違いは分かりません。感覚的な話になりますが、ほとんど誤差の範囲内です。まず体積ですが、アンカーが 28.8 立方センチメートル、そしてユーグリーンの方は 42.8 立方センチメートルです。アンカーの方が約 33% 体積が小さいです。次に電力を体積で割ります。そうするとアンカーは1立方センチメートルあたり 1.04W、 ユーグリーンは1立方センチメートルあたり 0.7W となりました。繰り返しになりますが、この数字が大きいほど充電器としての性能は高いです。1を超えてくると体積の割にはかなりハイパワーな充電器ということになります。参考までに電力と質量の比率です。アンカーは 1g あたり 0.78W、 ユーグリーンは 1g あたり 0.6W です。次に2つ目の性能指標である変換効率を見ていきます。これはコンセントから来た交流電圧を充電に使う直流電圧にどれだけ効率高く変換できるかを示す数字です。この効率が高いほど高性能ということになりますので、充電器の性能を見るにはこの効率を見ればわかります。まずアンカーから、この電力の割に効率は高いかと思います。効率はだいたい 80% 台後半といったところです。最高効率は 15V の時に 90.2% です。 90% を超えてきました。出力電圧が 20V の時に最高効率になる充電器が多いのですが、 15V の時に最高効率になっています。あと 5V 出力の時も結構効率が高いです。30W クラスの充電器ですと低い電力のところで給電することも多いかと思います。ですので、そういった用途に合わせたのかもしれません。次はユーグリーンです。先ほどのアンカーと同じような結果になりました。だいたい 80% 台後半で動きます。最高効率は 15V の時で 89.9% でした。アンカーの方が少しだけ効率は高いという結果になりましたね。
こちらのアンカーとユーグリーンの効率測定のグラフを比べてほしいのですが、ほとんど同じ形をしています。この結果を見る限りですと、中身の回路はほとんど同じではないかと推測しています。後で実際分解するときに確認してみます。効率測定の後に温度測定もしました。測定条件は電圧が 20V、電力が 30W の時です。フルパワーで使っていることを想定しています。温度は熱伝対とサーモグラフィーで測定しました。どちらもほとんど同じ結果になったのですが、サーモグラフィーの方が温度が 2-3 度高くなります。あとはこのように測定用のジグが刺さった状態で温度測定しているので、その部分も考慮が必要です。なので温度測定は参考値として掲載します。まずアンカーからです。アンカーは温度分布にムラがあります。側面の最高温度は64度、天板部分は78度になりました。触ってみてもだいたいこのくらいの温度かと思います。ただプラスチックは熱伝導率が低いので、触ってもそこまで熱を感じません。たまにコメントで金属筐体で USB 充電器を作ったらどうかというコメントがあります。金属は熱伝導率が高いので、同じ温度だったとしても金属の方が触った時に熱く感じます。つまり火傷する可能性が高いということです。そしてプラスチックと比べると絶縁が難しいので、使用時に感電する可能性も高くなります。このような理由から金属ケースの採用は難しいでしょう。次にユーグリーンです。ユーグリーンの最高温度は側面部分で 64.5 度。ユーグリーンの方が本体サイズが大きく表面積が広いです。ですので放熱の面ではユーグリーンの方が有利になります。逆にアンカーは表面積が小さいので放熱の面では不利です。あとこのくらいの充電器サイズですと、表面からの放熱以外にも電源タップからの放熱や USB ケーブルからの放熱もかなり効いているかと思います。というか実際効いています。最後にスイッチング周波数の測定です。動画の順番が前後してしまいますが、一旦分解してスイッチング周波数を測定します。スイッチング周波数が高いと受動部品を小さくできます。ただし発生するスイッチング損失は大きくなるというトレードオフの関係があります。今回の測定条件は 20V、30W です。まずはアンカーの方です。変圧器の西側の波形を見ています。スイッチング周波数はだいたい 120kHz 程度です。こちらの数字ではなくて、この下の部分の数値を見ます。こんな感じでだいたい 120kHz から 130kHz くらいの間で動いています。次はユーグリーンの方です。このようにスイッチング周波数を見てみると、ユーグリーンの方はだいたい 85kHz 程度でスイッチングをしています。というわけで性能の検証は終了です。実験してきた限りですと、本体温度高いことを除けばアンカーの方が基本的な性能は高いかなといった印象です。では次に分解して充電器の中身を見ていきます。はい、早速分解しました。中身の気孔部分を見ていきます。この折りたたみ部分の気孔が体積の約 20% から 30% を占めていました。回路部分を見てみると大きさはかなり小さくなっています。特にアンカーの方ですね。このように部品の実装密度はかなり高いです。特に右手で持っているアンカー側の部品の実装密度は高いです。そして部品を空間的に効率よく配置するために、プリント基板を2枚組み合わせて3次元的に部品を配置しています。先ほどスイッチング周波数を測定しました。スイッチング周波数を高くすると原理的には部品は小さくなります。左手に持っているユーグリーンのスイッチング周波数は 85kHz、 右手に持っているアンカーの方はスイッチング周波数は 120kHz 程度。スイッチング周波数を高くした分、アンカーの方が受動部品のサイズは小さめの印象です。ただどちらの充電器も変換効率は同じくらいでした。電力損失が同じくらいで、その分体積を小さくしていますので、アンカーの方が放熱は辛いです。ですのでアンカーの方が温度少し高めになっていました。これは温度測定で分かったことです。次に基板を見ていきます。こちらの基板には電力変換の主役を担うパワー半導体が実装されています。アンカーは 3606HR051 の印字がありました。こちらデータシートを検索しましたがヒットしません。次にユーグリーンの方も見ていきます。こちらの熱伝導シートの裏面にパワー半導体があります。9584F1P1 の印字がありました。こちらもデータシートを検索してみましたが見つかりません。パワー半導体の主要メーカーであればすぐに出てくるのですが、出てきませんでした。予想ですが中華系のパワー半導体を使っているのではないかと予想しています。ユーグリーンは商品説明にギャン仕様と書いてありました。アンカーの方はギャン仕様と書いてなかったんですけど、まあ、この小ささなんで多分使っているかと思います。ですけどね、メーカーがわからないので調べようがないですね。
こういった AC アダプターに使われている窒化ガリウムのパワー半導体について、1年くらい前まではパワーインテグレーションズというアメリカの企業のガンパワー半導体を使うことが多かったです。最近は変わってきているんですかね。まずアンカーの基板から見ていきます。基板は2枚構成です。この部分に電解コンデンサーが入っていました。チェン X というメーカーです。温度は105度品を採用しています。他に電解コンデンサー使われていますが、すべて温度は105度対応品です。2枚の基板はこのように分解できます。はい、基板は2枚ありますが、左側が高電圧の回路、右側が低電圧を扱う回路基板です。実際にはこちらに高電圧の回路がありますが、すぐに低電圧側の回路に行ってしまいます。高電圧側と低電圧側回路の絶縁を図るためにプラスチックのシールドで覆われています。この部分です。このシールド部分の実装がですね、なかなかやばいんですね。ちょっと説明させてください。このようにあるわけですが、この円筒の中に実は電解コンデンサーがあります。で、それを実装するためにはですね、一旦ですね、ここを上に向けると、はい、電解コンデンサーが見えました。最初ですね、電解コンデンサーはこのような状態になっていると、このシールドがですね、どうしても入っていきません。なので、最初ですね、この電解コンデンサー足付きの部品ですが、これをハンダ付けします。電解コンデンサーがハンダ付け終わったら、このシールド部分をこのようにかぶせます。で、かぶせて奥まで行ったら押し込んで、そして組み立てが完了です。なかなかトリッキーな技を使っているかと思います。で、その後もろもろの部品の実装が済んだら、ここに穴が開いていますが、こういう風に差し込んで、はい、でそして最後この基板が2枚合わさっている部分がありますが、ここをハンダ付けして組み立てが完了となります。であとはシリコーンなんかも充填が必要ですね。やはりですね、数年前から AC アダプター分解してきていますが、小型の AC アダプターというのは特にですね、実装と組み立てにかなり手が込んだことをしています。次はユーグリーンを分解していきます。こちらも同じようにハンダ付けされている箇所がありますので、ここを取り外すと、そうするとこのように分離できます。ここに絶縁シートがありますが、これで高電圧側と低電圧側の電気的な絶縁を保っています。ちなみにですね、こちらの基板もやはり高電圧と低電圧の回路が一緒になっています。絶縁シールドを外すとこのようになります。ここに大きなスロットが開いていて、基板も結構へにゃへにゃ曲がりますね。ここに端子が生えていますが、これはコンセントから来た電圧です。そしてですね、もう一枚の基板の方を通って電力変換され、そして USB の出力側に出ていくという風になります。アンカーと同じように一つの基板の上に高電圧回路と低電圧回路が混ざっています。あとはこのスリットも絶縁に重要です。ここのスリット空気で絶縁されていますし、さらにこの間に絶縁シートが入ります。絶縁で結構重要な役割をしているところです。基板をこのように組み合わせた状態で見てみます。そうすると先ほどのアンカー基板よりかは空間的な密度にはかなり余裕がある印象です。で、これでもかなりぎゅうぎゅうに実装はされていると思うのですが、アンカーと比べてしまうとまだまだ余裕があるといったところです。ちなみに電解コンデンサーはキャプソンというところのものを使っています。で、2つとも同じメーカーで温度グレードは105度です。アンカーとユーグリーンの違いですが、アンカーの方がやはり部品の3次元的な位置関係、実装などかなり洗練されている印象があります。というよりかは、そこまで頑張って部品配置を設計しないとこの小ささを実現するのは難しいということかと思います。一方でユーグリーンはどうかというと、部品の配置にはかなり余裕を持った設計をしていると言って良いかもしれません。まだまだ余裕はあるので小さくできますが、部品同士の絶縁や発熱などを考えてこのような設計にした可能性が高いです。というわけでまとめです。アンカーとユーグリーン、同じスペックの充電器を分解してみました。性能についてはほとんど同じなのですが、中身を見てみると全くの別物であるということが分かりました。でですね、どちらの充電器を選ぶかなんですけども、どちらでもいいと思います。性能はほとんど同じなので、この2つのメーカーなら安い方か、それか好きなメーカーを買っておけば良いかと思います。小さい方が良いのならアンカーです。ただユーグリーンのサイズが大きいかと言われると、この電力でこのサイズなら十分小さいかと思います。まあ、あと考えるのは値段ですね。アンカーは3490円、ユーグリーンは2780円、ユーグリーンの方が700円安いです。
小ささを取るか価格を取るか、そのあたりで決めてもらえれば良いかと思います。というわけで有名メーカー2つの USB 充電器を分解してきました。もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。あと一見の公式 LINE やっています。そこでしか出さない情報などありますので、もしよかったら友達になってください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE やってます。一見が出演する最新イベントの告知や、一見が販売している製品のセール情報などを案内中です。概要欄のリンクからぜひ友達になってもらえると嬉しいです。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。